北口駅名看板更新前、市川ママ駅は、千葉県市川島間一丁目にある、京成電鉄本線の駅である。駅番号は、KS14。北口側にある、本田定次郎聖徳比かつての京成電気軌道の中枢部とも言える場所で、駅北側には、京成直営の遊園地だった、東海園、京成電東部事務所、本田定次郎邸があった。京成電鉄診療所があり、 本田定次郎聖徳碑も残っている。名所江戸百景、ママの紅葉種粉のシャツ橋駅名は、ママという地名に由来する。この地名は、幕末期、歌川広重一作、名所江戸百景の一作、ママの紅葉種粉のシャツ橋に描かれており、次橋は、江戸名所図へ、葛飾市略、葛飾期に紹介され、 ママのテコナ伝説として、万葉集の中で、山部赤人らにより歌われた、ママの継ぎ橋のことで、てこな霊人道南西方に現存する。現在の東京湾の海岸線が、内陸寄りだった当時、この一帯はかつて、ママの入り江と呼ばれる、海岸地帯で、足の生い茂ったサスが広がっていた。ママの継ぎ橋とは、下兎国の国府があった河野台へ向かうための橋で、サスを、 中継地点として複数の板橋を駆け渡してあったことからこの名を得たとされる。背後には田園風景が広がり、周囲はのどかな農村地帯となっていた。現在では住宅街になっており、かつての橋を記念して義母子付きの真っ赤な欄干が建てられている。当駅は地元住民から快速の停車要望が高い。同様の施設を持つ線上橋駅が、 環球接続の観点から停車駅に指定されたのに対し、当駅は通過となっている。開業当初から、島式ホーム2面4線だったが、ホーム延長など駅構内の改良により、後には対比駅機能がなくなって、相対式ホーム2面2線の地上駅となり、駅舎も上下線別に有していたが、1972年の大規模駅改良工事完成後は、島式ホーム2面4線、 東乗駅舎を有するようになり、現在に至る。2008年3月15日には、ホームとコンコースとの間にエレベーターが設置された。ホームには LED 発射標が合計4台が設置されている。対比設備があるが、駅全体がカーブにかかっていることもあり、上りの本線を通過する列車は大幅な徐行を余儀なくされている。対比線の1.4番線は、以前は、 朝夕のラッシュ時に普通が通過待ちを行う程度だったが、2006年12月のダイヤ改正以降、日中時間帯における普通のスカイライナー対比駅が船橋競馬場駅から当駅に変更され、しばらくは使用頻度が増えた。2010年7月17日の成田スカイアクセス開業のダイヤ改正時で日中の使用頻度は再度減少した。 京成上野駅よりには渡り線があり、非常時には京成上野駅、押上駅方面に折り返せるようになっている。現在は普通のみが停車するが、現行ダイヤにおける快速が登場するまでは急行の停車駅であった。ダイヤ乱れが発生した際に特急が臨時停車することがある。2009年11月28日に運行された臨時特急。 ミラフォレスタ号京成3 3 0 0千3 3 1 2編成は、当駅20分程度停車した。市川ママ管区として、河野台駅と関野駅を管理下に置いている。2019年度の1日平均乗降人員は7258人で、京成線内69駅中、第43位であった。近接する JR 市川駅の総武観光線。 総武線快速の運行が止まると、当駅は振り替輸送で大変混雑する。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下表の通り。愚法寺の伏せ姫桜あたり駅南口より、約600メートルの位置には、東日本旅客鉄道の市川駅がある。なお、両駅間において、連絡定期券の発売は実施していない。当駅、市川駅で、 JR 総武線との並走区間が終了し、伊勢で、京成高砂方面と錦市町方面に分岐する。駅東側には、東京外角、環状道路、国道298号、県道294号高速湾岸線、駅南側には、国道14号、駅西側には、県道1号市川松戸線が通る。当駅付近は、菅野駅と同じく、 江戸時代からの豪商が別荘を構えたことから、別荘地として栄え、第二次世界大戦後も文学者のお屋敷街を形成する高級住宅街となっていた。また付近は、河野大女子学院や肘学園をはじめ、大規模な文京都市、学園都市となっている。ママ川堤防には桜並木に加え、高田露伴、長井花風など当地に、縁の深い文学者の碑文が並ぶ遊歩道がある。 近年、周辺は、市川駅方面にかけて、多数の超高層マンションや、中高層のマンションが林立している。以下、総武本線より、北側の施設等一覧。千葉商科大学てこなれ人堂大英市川店、東京米信用金庫本店、館の6丁目から、国部方面と、市川総合病院方面に分かれる。現金につき、市川駅蘇我の6丁目まで100円。 ありがとうございます。